パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの25回戦です。ホークスマウンドに上がるのは先発の和田。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは水口。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さあここから初回の攻撃になるわけですが、引っ張った松田、アウト、ワンアウト。さあバッターは新井。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。バッターはデイビス。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。打ちました、取った、2塁そのまま入ってフォースアウト。1塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。ランナー出ましたがバファローズ2回の裏。さあバファローズ、この回は4番から始まります。小栗打席に入ります。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録して、引っ張った、取りました、アウト、ワンアウトです。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。さあまず1球目、初球空振りです。真ん中打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。この打席でシーズン安打記録更新とはなりませんでした。インサイド打ち上げました、弾き返した打球はレフトへ。中村が抑えて3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。2回の裏0対0。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。打ちました、取った、一塁送球します。先頭バッター出ました、バファローズ。ノーアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキー山下。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。バファローズ同点のランナーが出ています。高め打ちました、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バファローズチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には牧入ります。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。まあここはアグレッシブに攻めていってほしいです。スタンドに入ります。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。ふわふわっと上がった、インフィールドフライになりました。掴みました、ワンアウトランナー二塁一塁。つながらなかったですね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。このチャンスに期待がかかる水口、バッターボックスです。バッターボックスの水口、今シーズン得点圏での打率は6割飛んで7厘となっています。クリーンアップ打ってもおかしくない、すごい。変化球打った、高いバウンド、サードが抑えた、一塁へ、ひどいタイミング、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。リプレイでご覧いただきましょう。いや残念でしたね。しっかりランナーを進めましたね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。はい、その期待のかかる新井、打席に入っています。まあ今のは仕留められずしまったという感じじゃないですかね。センターへ持っていった、頭上を越えた、サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。バファローズ逆転しました、2対1になりました。なおもチャンスが続きます。
期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。逆転に成功しています。本当にチャンスに強いバッターですよね。ここで逆転に成功、流れを引き寄せました。さあ、そしてバッターボックスにはデイビス入っています。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ、そして打席には小栗入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここはつなぎます。インサイド落ちました。センターに抜ける。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。3対1。バファローズなおも二塁一塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。ここでリードを広げておきたいですね。まあ、次は勝負強いバッターですから非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしい栗、バッターボックスです。低め、これは外れた。さあ、3球目は何か。ドカーンと大きな当たりです。入った、ホームラン。スリーランホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を更新しました。真ん中に入ってきたストレート、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対1になりました。いや、早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや、手応えあったんじゃないですかね。この前半戦で試合を決めにかかっています。ここは当然という交代でしょうか。ホークスピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは、さあ、マウンドに上がったのは松田。今シーズン23試合目の登板です。打った、これもいったか。大きな打球になった。レフト入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ7対1。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、バッターボックス淡口。いや、先ほどはしぶとい内野安打でしたね。はい、やはり足が速いのは武器になりますね。本当にそうです。打ちました。高く上がった。右中間を深々と破るヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。初球空振りです。打った、スタンド一直線。文句な、突き刺さった。ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には9番バッター牧。バファローズホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。ボールになります。この球は外れています。ボール先行です。ストライクです。4球目は何で来るか。ファウルになります。打った、センターに強い打球。伸びていく、どうだどうだ。センターオーバー。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで8連打。ツーアウトランナー二塁。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。高めにバットが出ました。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。ワンボールツーストライクです。チャンスの場面振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。
オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。打席には2番バッター新井、先ほどの打席で逆転となるツーベースヒットを放っています。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、ライト線フェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3試合連続の猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。初球空振りです。バッターのデイビス、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで、打った、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ。センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、10対1、バファローズなおもチャンスです。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。さて今日のホークスの先発は序盤大量引っ張った、これはどうだ、ファーストの左抜けました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、11対1、バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスは5番クリ、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打った、高く上がった、ライトが下がって、入った、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。初球でした、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ13対1。いや早い打球でしたね、あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の海野、さあマウンドを任されたのは海野、今日もマウンドに上がって3連投になります。初球空振りです。2球目は何で来るか、アウトコース外れます。打ちました、これは大きい、伸びていく、どうか、まんまん中、左中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。初球打ち、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、飛び込んだ、ツーランホームラン、これがチーム5本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ15対1。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、8番バッター山下、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。最初は変化球できました、得意のボールでストライクを取りました。外への変化球外れました、大きく外れてボールです。一塁牽制球、一塁はセーフ、打ちました、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達、これで3試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー三塁二塁です。初球打ち、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズ、バファローズなおもチャンスです。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の二保、さあマウンドに上がったのは二保、今シーズン17試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球打ち、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、滑り込んだ、ナイスプレーです。三塁へ送球する。バッターボックスは3番デイビス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。初球打ち、ここはフライになっています。二保が掴んでツーアウト、
バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。初球打ち、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックス九里、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。一塁線ファウルになります。ノーボールツーストライクです。この球は外れています。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁、打席には6番バッター羽田、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。外へのボールは入りません。ボール先行です。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ。福田が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げて、今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱり3ベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。外の球外れています。ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは8番山下、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。すさまじい集中力を見せています。バファローズホームランで得点を挙げています。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順は9番牧、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました。痛烈な打球、レフトが追いかける、レフトを見送った。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打順は1番に帰ります。バッター水口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。2番バッター新井、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。真ん中決まった。次が3球目、アウトコース外れます。打ちました。センター掴んでワンアウト。バッターのデイビス、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど。ここはその好調さを見せたいところ。セーフ。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウト三塁二塁です。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、
サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バファローズが突き放します。見事なタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターは5番クリ。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。初球打ち、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。バファローズ大量リードとなっています。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の香山。さあマウンドを任されたのは香山、2日連続の登板です。まずは見送ります。ワンボール、これが2球目。真ん中打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックス山下、今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。いやここまでは出来すぎですね。すさまじい集中力を見せています。インサイドファールボールです。いい当たり、これはどうか、ショートの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する、ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。バファローズなおもチャンスです。バッターボックスは9番マキシ、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。落ちるボールです。さて西さん、このマキシ、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょう。打ちました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って水口。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが触れてると思いますよ。打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン、二塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。3回の裏チャンスの場面、しかしここは内野ゴロ、同点のチャンスを逃します。さらにこの回逆転のチャンス、2番新井2点タイムリーヒット、バファローズ逆転に成功しました。6回の裏バファローズの攻撃、2番バッター新井。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで6回の攻撃に入りました。さあ2球目は何か、ボールになります。ボールになります。これが4球目。打ちました。伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。打ちました。いい打球だ、大きな打球になった、レフト下がってそのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これがチーム9本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。最初は変化球持ってきました。ストライクです。外に逃げていくボール、よく見ています。ボールになります。
スライダー決まります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3連打。ノーアウトランナー1塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った。大きな打球になった。センター深いところを破っていきました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ホームに送球。本塁タッチはアウト。ワンアウトランナー2塁となりました。打順は6番和田。今日はホームランを放っています。ワンアウトランナー2塁です。初球甘いコースでしたがタイミング合いませんでした。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。これで3安打猛打賞。ランナー3塁1塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。2球目打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁セーフ。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは高橋。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。バッターサードゴロです。取った。一塁へ。アウト。ツーアウト。バファローズ1点追加します。アウトの間に得点。バファローズなおもチャンスです。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずは変化球から入りました。2球目打ちました。レフトの前に落ちました。ホームに送球する。これで5打席連続のヒット。2アウトランナー3塁1塁。バッターボックスには代打の大石。2アウトランナー3塁1塁と変わります。初球打ち。グラシアルが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。西さん、これは余裕の試合展開になってきますね。いや本当ですね。まあ野手陣はもう今日みたいな試合は楽しくてしょうがないですよ。そうですよね。確かにそんな雰囲気が漂っています。打ちました。これは大きい。伸びていく。ライト線深いところフェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。次が2球目。これは見送ってボール。ワンボールツーストライク。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。空振り三振。ランナーは動けませんでした。ワンアウトランナー二塁と変わります。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。変化球に思わずバットが出ました。ここはあっという間に追い込んでいます。インサイド落ちました。これはどうだ。ピッチャー取った。一塁送球。ツーアウトになりました。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずはボールから入りました。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。打ちました。ライト下がっていく。下がっていく。フェンス直撃。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。牽制。一塁はセーフ。
今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール線引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。バファローズのリード広がっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。アウトコース外れます。スライダーできました。ワンボールツーストライクです。打ちました。4球目打っていきましたがワンアウトとなっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ファウルになります。真ん中へ、ノーボールツーストライク。ボールになります。さあ勝負してくるのか。打ちました。これは大きい、伸びていく、この打球は落ちそうだ、センター深いところを破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、今日2本目のツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。はい、バッターボックスには代打の金村、ヒットでランナーを二塁に置いています。見送ってまずはストライクです。外2球続きました。今度は手を出していきましたがバットに当たりません。誘ってきましたね。はい、高めストレート外れてボール、見逃し三振、ランナーは動けません、ツーアウトになりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナー二塁です。低め、これは外れた、打ちました。ボテボテ高橋、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあそうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に。
京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの23回戦です。ファイターズマウンドに上がるのは先発の吉田。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは大石、パリーグの盗塁王です。さあ、ファイターズもルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをバファローズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。真ん中打ちました。これはどうか。石井、一塁へ送ります。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁に同点のランナーを置いています。バッターボックスには新井、そして塁上ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。いや、痛いですね。同点のランナーですからね。やはり走力というのは。ライトへ、これは上がりすぎたか。この打球はフライになっています。ライトフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。まあ、ここは繋いでおきたかったんですけどね。これが1球目。まずは見送ります。ワンボール、打ち上げました。落ちた、ヒットになる。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ追いつきました。1対1、振り出しに戻りました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。いきなりリードを奪われたこのゲーム、しかし早くも振り出しに戻しています。バッターはデイビス。昨日のゲームでホームランを含む4安打を記録しています。打撃好調でしたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。バファローズこの回真ん中打ちました。フェアかファールか。わずかに左に切れました。ファールボール、打ちました。取った。二塁送球、セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。1回終わって1対1、バファローズ同点に追いつきました。ゲームはこれから2回の裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー金村。今シーズンここまで5つの盗塁を決めています。初球打ち高く上がった。さあ、どうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー2塁です。これも初球打ち、ここは打ち上げています。ピッチャーフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ、そしてバッターボックスには山本入っています。頼りになるバッターに回ったんで、チャンスを生かしたいですね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。いった、行きましたね。一直線入った。ホームラン、山本今シーズン第24号の勝ち越しツーランホームラン。これで7試合連続のホームラン。バファローズ勝ち越し、3対1。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで勝ち越しホームランを放ちました。いや、もう完璧な一打でしたね。序盤リードしましたが、試合を確定づけるためには追加点を取っておきたい状況です。バッターは山下。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、バファローズホームランで勝ち越しています。初球ボール、変化球が低めに外れます。ボール先行です。打った、レフトバックする、バックする、レフトオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。初球ボール、バッターボックスの吉田。今シーズン得点圏での打率は6割1分7厘となっています。
ワンボールツーストライク。打ち上げてしまった。この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。さあそして打席には大石入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加点。入った、入った。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ここ一番の集中力が光ります。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いや、うまく打ちましたね。これは早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。さあバッターは新井。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。インサイド変化球決まっています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスブライアント、先ほどの打席で同点タイムリー。ランナー飛び出している。二塁を送ります。タッチはアウト。これで3アウト。しかしこのバッターは3番ブライアント。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球打ち、ライン際へ打ち上げています。鶴岡抑えてワンアウト。4番バッターデイビス、先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。打ちました。ショート前に来る。取った。一塁へ。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には5番バッター金村。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあピッチャー牽制がうまいですから、ランナーはやりにくいでしょうね。引っ張った。サード取った。二塁は無理。一塁送球。アウト。ツーアウト。さあそしてバッターボックスにはドレイパー入っています。さあツーアウトにはなりましたが、追加点のチャンスです。まあ、点は取れるときにどんどん取るべきですから。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。西川が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。バッターは7番山本。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかない。初球打ち、打球はセンターへ。西川抑えてワンアウト。打席には1番バッター山下。さっきツーベースを放っていますからね。ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。吉田、まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、高く上がった。センターオーバーのヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。変化球を見極めます。2球目は何で来るか。アウトコース、ファウル。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。真ん中打ちました。これはどうだ。破りました。センター前。セカンドランナー三塁を回った。これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターの大石、今シーズンの得点圏打率は5割5分8厘となっています。打ちました。ショート取った。一塁送球。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。タイムリー内野安打。6対1になりました。バファローズなおも2塁1塁のチャンスです。バッターボックスは2番新井。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。高めに来た変化球ですが空振りです。すぐに追い込みました。打ちました。ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ライトセカンドランナータッチアップ。打順は3番ブライアント。
先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトランナー1塁3塁です。入れました、ファールボール。打った、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、フェンスを越えた、スリーランホームランが飛び出しました。これで9試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ9対1。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは4番デイビス。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。はい、やはり足が速いと有利ですよね。そうですよね。切りました、ファールボールです。ノーボールワンストライクです。変化球ボールになります。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。はい、インコース決めてきた、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これはショート、石井掴んでスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。これから5回の裏、バファローズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは生田目、今シーズン27試合目の登板です。さあ小宮山さん、中盤ここで変えてきました。流れを変えたいというところでしょうね。そうですね。さあしっかりと自分の役目を果たしてほしい。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターは DH ドレイパー。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。打った、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、届いた、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました、オリックスバファローズ11対1。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打順は8番山下。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。バファローズホームランで得点を挙げています。内に持ってきました。3球目は何で来るか。体に近いところ、打ちました。これは大きい、伸びていく、どうだ、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー2塁となりました。緩い変化球、まずは見送ります。打ちました、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。センターが取りました、2アウトです。打順は1番に帰ります、バッター大石。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。2アウトになっています。このスライダーは外れます。チャンスの場面で見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。ここまでのハイライトです。1回の裏、追いつくチャンスを迎えて、迎えるは3番ブライアント。右中間へのタイムリーヒット、バファローズ同点としました。2回の裏、得点圏にランナーを置いて7番バッター山本、2球目を捉えました。バファローズ一振りで勝ち越し。6回の裏、バファローズの攻撃。バッターボックス新井、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。ワンアウト。
打席には3番バッターブライアント。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、まずはワンアウトを取っています。内へ低めに変化しました。ボール先行です。打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスデイビス、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが初球。いい球ですね。スピードボールを持っています。低め見送っています。さてこのデイビス、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。打ちました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。打順は5番金村。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー3塁2塁。バッターボックスには6番ドレイパー。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ打ちました。痛烈、切りました。ファールボールです。バッターボックスのドレイパー、今シーズン得点圏での打率は5割飛んで9厘となっています。これが3球目。引っ張った。弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。太田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんで、打席には7番バッター山本。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。膝元をつきましたが外れました。変化球入りません。さあ4球目は何か。ファウルです。ツーボールツーストライクです。一二塁間取りました。一塁アウト。バッターボックスは8番山下。今日はここまで猛打賞を記録しています。いやー、当たってますよね。絶好調じゃないですかね。非常にいいバッティングを見せています。生ためまずは先頭バッターを打ち取っています。ここは抑える自信があるなら勝負してもいいですよ。なるほど。さあどう来るか。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか。どうだ。3球目打っていきましたがライト掴んで2アウト。バッターボックスには9番吉田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな打。バッターボックスには代打の牧。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。さあ初球は何か。打ちました。これは三塁側のスタンドに入ります。見送ってストライク。あっという間にツーストライクです。打ち上げた。3球目打っていきましたが最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。この回バファローズ8回の裏、バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのはクモン。初球は何で来るか。ファウルです。ボール追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打った。クモン取ってワンアウト。打順は2番新井。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました。浅いフライ、ヒットになった。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。
ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど。バッターのブライアント、今シーズンの得点圏打率は6割6分。引っ張った、この当たりはどうか、ライン際に打球が飛んでいる、ライト線を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、12対1、バファローズちょっと一方的になってきました。まず何を投げてくるか、甘いコースでしたが見送っていきます。大きく外れてボールになります。さあ3球目は何か、内へのスライダーに手が出ました。ワンボールツーストライクです。大きく外れました。真ん中打ちました、打ち上げた、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには5番金村。先ほどはツーベースを打ってますから、ええ、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。2アウトになっています。いや、角度のあるクロスファイヤーいいですね。インロー、指にかかったストレートで空振り。次が4球目、痛烈、切れました、ファールボール。これもファウル。またファウル。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。オリックスバファローズ、打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。